道者の神田直樹です。イエス・キリストの愛を伝えています。キリストは世界を歴史を二分して救いを与えに来られました。聖書の福音は2つのニュースです。グッドニュースとバッドニュース、このセットが福音です。バッドニュースはあなたは罪人だってことです。しかしイエス・キリストは罪人のあなたを救うために死なれ、永遠の命を与えられました。皆さん、グッドニュース、ただあなたを愛してます、ただ救います、キリストはそう語るんじゃないんです。あなたは罪人です。お医者さんががんの患者の人にあなたはがんですって例えば言わなければ、その人は治療しないのと同じように聖書は語ります。あなたは罪人です。救いが必要です。キリストはあなたの罪のために十字架にかかりました。信じれば救われます。皆さん、この救いを今日あなたに提供している伝道者ゴスペルシンガーの神野直樹は、今日皆さんにこの神の愛を伝えに来ました。アメ横、そして上野の皆さん、こんにちは。キリストはあなたを愛しています。ジーザスラブス、イエス・キリストはあなたを愛しています。はるかにジーザス、イエスに単身のサラミダ、イエス愛に、イエスするびとてびゃ、イエスヘアーマン。神、あなたを愛しています。時には痛みと苦しみあるけれど、いつでも主を見上げて歩む。あなたを見るとき、どれほど素晴らしいか、あなたにより栄光受ける。こんにちは。イエス・キリストはあなたを愛しています。イエス・キリストはあなたの罪を許すため十字架で死なれ、死んで墓に葬られ、3日目によみがえられました。聖書のバイブルのメッセージの中心は、神があなたを救い永遠の命を与える、その約束です。そのためにキリストは命を差し出しました。キリストを信じたら救われます。神はあなたの救い主。2021年前、イエス・キリストがこの地上に来られ、死んで墓に葬られ、3日目によみがえりました。こんにちは、お元気ですか。ゴールデンウィーク5月4日緑の日、昭和天皇が自然を愛してそこから来たと言われています。この緑、自然、この大空を作られたのは誰でしょうか。聖書は神だと言われます。神には2種類います。人が作り出した神と人間を作った神、2種類います。私が伝えているのは、あなたを人間を作られた神です。我らの主。
喜ぶ父なる神を。こんにちは。神、あなたはしています。伝道者の岡田直樹です。上野の皆さん、アメ横の皆さん、こんにちは。イエス・キリストはあなたを愛しています。罪を許してくださる愛、あなたのために十字架にかかり死んで墓に葬られ、3日目によみがえりました。チラシを配っています。よかったらどうぞ受け取ってください。こんにちは。お元気ですか？ジーザスラブスユ、イエスリタシヌサラミナ、イエスキリストあなたを愛しています。みんなを掲げて、あなたを称えます。救いのために、上野の皆さん、こんにちは。イエス・キリストはあなたを愛しています。どんな愛でしょうか？人は神から離れて神に背を向けた状態、それを罪と言います。その罪を許し、その罪を滅ぼして永遠の命を与える。なぜ罪が許されなければいけないのか。罪とは作り主である神から離れた状態です。花束のように綺麗な花でも根っこから切れてたら枯れるように、神から離れていたならばやがてあなたも死にます。コロナウイルスにかからなくても人は必ず死ぬ。もし人生が死で全て終わってしまうとしたら、それほど虚しいことはありません。人の成功もいくらお金を持ったとしても、死で全てが終わりだとしたら、それほど虚しいことはありません。しかしイエス・キリストは死を滅ぼして、信じる者を永遠の命与え、天国に入れてくださるお方です。イエス・キリストを信じたら救われます。
今日皆さんに天国に行く道を伝えています。神はあなたを愛しています。こんにちは、ありがとうございます。 God bless you。 神の祝福になります。伝道者の菅野直樹です。皆さんお元気ですか？イエス・キリストの福音を伝えに行けました。上野で皆さんとお会いできて嬉しいです。ジーザス・ラブス・イエス・キリストはあなたを愛しています。こんにちは。ゴールデンウィークの最中、皆さんとお会いできて嬉しいです。この自然を見て嬉しい以上にあなたとお会いできて本当に嬉しいです。イエス・キリストの福音がそこに書かれています。あなたは愛されています。生涯は愛で満ちている。君は愛されるため生まれた。君の生涯は愛で満ちている。上野の皆さん、こんにちは。伝道者の菅野直樹です。イエス・キリストの愛を伝えています。十字架にかけられたイエス・キリストはあなたを救うためにこの地上に来られました。キリストを信じるなら救われます。永遠の命が与えられます。ザ・バイブル聖書をこう語ります。神は実にその一人子をくださったほどにこの世を愛してくださった。それは御子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためである。神はあなたを愛しています。ここに泉は湧く。涙の過ぎる時
空に響け歌えたしや恵みを上野の皆さんこんにちは。電動車の菅野直樹です。チラシを配りまた歌と街頭演説を通してイエス・キリストの愛を伝えてきました。キリストは救世主という意味です。名前ではないんです。イエス・キリストの名前はイエス。キリストというのは救い主という意味です。あなたを救います。信じるなら救われます。イエス・キリストにはもう一つ名前があります。インマヌエル。インマヌエルとは神が共におられるという意味です。インマヌエル、インマヌエル、主の名はインマヌエル。上野の皆さんこんにちは。電動車の菅野直樹です。5月4日緑の日、この自然を思い、自然が私は大好きです。でもこの上野公園のこの緑を見る以上に、あなたを見るときにもっと喜びが心に湧き上がります。なぜならばあなたは神に作られた存在です。神の作品、神の最高傑作です。ゴッホが描いた絵を、ピカソが描いた絵を作品と言います。でもそれ以上にあなたは神の作品なのです。神が作られました。あなたは素晴らしい存在です。しかしただ一つ、あなたは壊れています。それを罪と言います。その罪が許され、罪が解決され、キリストの救いを受けることで人は救われ、天国へ行けます。幸せになります。救いを受けるために宗教は人間の技を行います。しかし聖書はイエス・キリストを信じる以外に救いはないと語ります。頑張ってもお布施をしても何をしても人は救われない。どうしたら救われるか。イエス・キリストを信じたら救われる。これが聖書のメッセージです。主イエスの他にはない、その皆の他にはない、主イエスの皆だ。クレープが美味しそうですね。聖書はでもこう語ります。人はパンだけで生きるのではない、人はクレープだけで生きるのではない、神の口から出る一つ一つの言葉で生きる。この目の前にはジュラクというお店があります。ジュラクでご飯を食べても、パンを食べても、人はパンだけで生きるのではない、神の口から出る一つ一つの言葉で生きる。
神の言葉があなたを生かします。ご飯だけ食べて衣食住だけあれば人は生きていくのではない。愛が必要です。そしてアイデンティティ、私は私でいい、私には価値がある。皆さん、その神の愛をあなたは持っていますか？あなたは存在しているだけで価値があります。あなたは素晴らしい人です。神があなたを愛しているからです。皆さん、こんにちは。イエスに立ち向かうみな、イエス愛に、ジーザスラブス、イエスス、ルビットテリア、イエスステアーマル、ジーザスラブス、イエスキリストはあなたを愛しています。神はあなたを愛しています。神の一人子イエスキリストはあなたの救い主です。イエスキリストはあなたの死を滅ぼして復活されました。私はよみがえりです。命です。私を信じる者は死んでも生きると言われました。今日皆さんにチラシをお配りし、天国へ行く方法を皆さんにお知らせしたいと思います。たった一つ天国へ行く方法、それはイエス・キリストを信じることです。 I am the way、 私は道であり真理であり命である。お兄さん、どうぞイエスキリストを信じて天国へ行きましょう。神はあなたを愛しておられます。 Jesus loves you、 イエス・ステアーマン、イエスキリストはあなたを愛しています。イエスは勝利をすでに勝利を、ありがとうございます、すでに取られた。イエスは勝利をすでに取られた。イエスは勝利をのお手元に小冊子、あなたは愛されるため生まれた、 You are born to be loved、 あなたは愛されています。イエスに対しての皿みな、イエス愛に、この小冊子、あなたは愛されているという内容です。私はこれまでに多くの人に会ってきました。しかしその中の多くの人が自分が愛されていて価値があるってことが分からないで生きているのです。かえって自分はダメだ、自分は神によって関心が持たれてるはずがない、
あなたは愛されています。今日無条件の愛があなたにあることをご存知ですか。その神の愛を知る3つの入り口があります。あなたがどんな過去があっても、今あなたにどんな状況の中に生きていたとしても、神の愛は変わらないのです。3つの入り口、1つ目孤独、2つ目傷病気、3つ目心の重み。これらが神と出会う3つの入り口です。1つ目、孤独に対して聖書はこう語ります。私はあなたと共にいる。神はあなたと共にいる。私はあなたと共にいる。 God be with you。 神はあなたと共にいる。あなたの心にある孤独の答えがここにあります。神はこう言います。私はあなたと共にいる。目に見えませんが、神はあなたと共にいる。あなたの孤独を、お金を持っても恋人を見つけても、何があってもあなたの心の孤独はなくならないでしょう。しかし神があなたと共にいる。コロナウイルスが目に見えないように、神は目に見えませんが、神は霊です。そしてあなたと共にいます。あなたの孤独が心の中に孤独として感じられるなら、今日その孤独のある場所に神が共に来てくださいます。2つ目、病気や傷、これらが神と出会う入り口です。出エジプト記15章26節、聖書にこう書いてあります。私は主であってあなたを癒す。神はあなたを癒すって言うんですね。その神の一人子イエス・キリストはこの地上に来られ、あなたを救います。今日皆さんに永遠の命をくださるイエス・キリストの愛を受け取ってもらいたいと思います。近くでチラシを持っています。お姉さんたち、どうぞ。いかがですか。あなたが我が神、あなたは我が主、御言葉私を癒す。こんにちは、伝道者の岡野直樹です。傷や病気があったならば、神と出会うことができる。聖書はこう語ります。私は主であってあなたを癒す。この主とは神です。あなたの神、その神の一人子イエス・キリストは肉体を取ってこの地上に来られました。それがクリスマスです。そしてキリストは十字架で死なれました。イエス・キリストはあなたの心の傷、病気を全部引き受けて死なれました。イエス・キリストの十字架はあなたのためのものです。今日皆さんがイエス・キリストの十字架、それが私のためであった、それが分かるならば、いやそんなこと初めて聞いたって分かりませんよ。でも聖書は言っています。あなたの罪のためにキリストは十字架にかかって死なれた。神はあなたを愛しています。その愛の表れがイエス・キリストの十字架なのです。神はあなたを愛しています。こんにちは。伝道者の神野直樹です。横断歩道を渡って向こうへ行くように、イエス・キリストを信じたら天国へ行けます。私は道であり真理であり命である。私を通してでなければ誰も天の父のもとへ行くことはできない。横断歩道を通して
向こうへ渡るように、イエス・キリストを通して天国に行くことができます。神はあなたを愛しています。イエス・キリストはこう言います。私は道であり真理であり命である。横断歩道で向こうへ渡るように、イエス・キリストは道です。そして真理です。この世界には偽りと嘘とフェイクで満ち溢れています。しかしイエス・キリストは真理なのです。その真理の聖書の言葉はこう書いてあります。キリストを信じるなら救われる。そしてキリストは命です。命、命、命の意は生き生き、命ののは伸び伸び、命の地は血が通っている。神との関係で血が通うなら、心が通うなら、ハートが通うなら、命を得ることができる。生き生き生きることができる。伸び伸び生きることができる。今日皆さんにそのような人生を歩んでもらいたいと思います。こんにちは。ヒザスラブスユイエス愛にイエスにたじぬんさらみな。イエスキリストはあなたを愛しています。神の愛は変わることがありません。無条件で一方的です。無条件で一方的な神の愛、これが今日私が皆さんに伝えたいメッセージなのです。イエスキリストは生まれつき目が見えない人がいたときに、弟子たちはこう言いました。なぜこの人は目が見えないんですか？先祖の罪ですか？この人が悪いことしたからですか？キリストはこう言いました。先祖の罪でもない、この人の罪でもない、この人を通して神の栄光が現れるためだ。今日あなたに問題があって、不幸があって、苦しみがあったとしても、そのことを通して神の栄光が現れる。あなたは救われる。ですから人生の問題というのは不幸ではないんです。コロナウイルスもあなたの人生の問題も、マイナスはプラスに変わります。ピンチはチャンスに変わります。私はイエス・キリストを通して救われ、神を信じて生きています。この神を信じて生きていく、その人生の特徴、一つ目は、すべてのマイナスはプラスに変わります。ピンチはチャンスに変わる。私の人生すべてマイナスはプラスに変わってきました。二つ目、神は良いお方、良いことしかしないお方です。三つ目、神はあなたと私を愛しています。多くの人が食わず嫌い、その一人はイエス・キリスト、その素晴らしい神様を宗教と一括りにし、また食わず嫌いになっていないでしょうか。あなたの人生は神と出会って人生やり直すことができます。ごめんなさい。皆さん、イエス・キリストを通して人はどっからでもやり直すことができるのです。人は変われる。イエス・キリストを通して、神様の愛を慕う者よ、神様の平和望む者よ、君のすべてを作られた主が、どんなに君を愛しているか、神様を礼拝する者よ、神様の清さ望む者よ、君のすべてを作られた主が君を我が子とよ。
優しく君の言葉にいつも耳傾けてる。暗闇に光を照らし出し、君のうめきにすら答えてる。だから君はいつでも目を上げて、主だけを仰ぎ見よう。伝道者の加納直樹です。こんにちは。イエス・キリストはあなたのために死なれました。十字架にかかって神殿墓に葬られ3日目によみがえりました。信じるなら救われます。心からあなたにお勧めします。キリストを信じて天国へ行きましょう。心からあなたにお勧めします。イエス・キリストを信じて一緒に天国へ行きましょう。神の愛はイエス・キリストの十字架を通して与えられました。神はあなたを愛しています。上野の駅の前、イエスはここにおられる。上野のあなたに声をかけられる。上野の駅の前、イエスはここにおられる。伝道者の菅野直樹です。イエス・キリストはあなたの救い主、あなたを愛しています。こんにちは。聖書の言葉は神の言葉、神からのラブレター。あなたはその神からのラブレターを知っていますか？ザ・バイブル聖書、その内容を凝縮して書かれた小冊子を今日お配りしています。神はあなたを愛しておられます。神はあなたを愛しています。神はあなたを愛しています。長いことこのゴムのマスクをしていたら耳が痛くなってきたので、別のマスクに交換しようと思います。ゴムが耳を痛くするように、あなたの人生にある試練、人間関係やさまざまな問題によるあなたの苦しみがあなたのハートを痛め、トゲが刺さって痛いように
今日あなたの人生に苦しみはないでしょうか。人はどこから来てどこへ向かって生きているのでしょうか。人は神のもとから来て神のもとへ帰るのです。でもその神のもとへ帰るたった一つの方法があります。道であり真理であるイエス・キリストを知る、信じることです。イエス・キリストを通して人は救われます。すごく耳痛くなっちゃってあるんですけど、これがねすぐにね壊れちゃうんですよね。あ、本当。これねすぐ壊れちゃうんでね、これしようと思ったらね。ありがとうございます。1年前政府は、いわゆるアベノマスクというものを国民1人2つ、いや国民1人2つじゃなくて一家族に2つ、たった2つだけかよってこうねある人は思ったそうです。日本で有名なマスクでも今や誰も使わないアベノマスク。でも世界で有名なマスクがあります。それは誠の救い主クライスト、イエスキリストです。マスク皆さんの人生に永遠の意味、永遠の価値、永遠の命を与えるその救い主イエスキリストを紹介いたします。今日上野の皆さんに神の愛、永遠の救いを伝えたいと思います。あなたは愛されています。